はい、というわけで今回はこのゲームやっていこうと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。これかな、これがアクセルっぽいですね。はい、アクセルを踏んでなんか進むっぽいですね。はい、おーおー、リアルだな。なんだ、飛行制御を行う。ボタンを押し続けると後ろに傾く。これね、なんか傾くっぽいです。はい、空中で、ね、アクセルを押しっぱなしにすると傾くっていう感じですね。はい、もうやばいやばいよ。おー、危な。ブレーキが来て、ちょっと待って、どんだけ回転してる。これ乗ってる人ちょっと死んじゃうでしょ。ちょっと待って。こっち押してんだけど。とんでもないことになってるぞ。あれ？は？じゃ、一回落ち着こう。なんでこんなことになった。はい、あ、やばい、終わった。ちょっと待って。はい、ちょっともう一回やっていこうと思います。ガスを踏む。はい、うん、最初からね。うん、ここはね、まあさっきやった。なんだ、何が起きた。あ、これもやった。これ回転してね、あの空中でね、制御するんだよね。はい、ここもやって、もう次はアクセル踏んで、ここで、これを押す。はい、おー、これでね、バックするんだね。なんかガソリンっていうのがあるのかな、まあ、そんな感じっぽかったんですけど。まあ、そういうのもあるみたいです。この中に乗ってる人、一応中に乗ってるっぽいですね。人乗ってますね。あ、やばいやばい。空中で制御しなきゃ。あれ？あ、終わった。終わったー。ちょっとやばい。チュートリアル難しいなー。じゃあもう一回ちゃんとやろう。ちゃんとやってるけど。はい、ようやくね、さっきのとこまで来たんですけど。はい、今ずっと前に進んでます。ここのね、空中のとこ結構ね、死んじゃうこと多いからね、まあ、慎重にやっていこうと思います。おー、かっこいいな。すごい、すごい。飛んでった。絵も結構綺麗ですね。はい。あ、アップグレードかな？はい、アップグレードですね。エンジン。車に力を加えてください。他は簡単に登る。より早く運転してジャンプします。なるほどね。あ、今アップグレードしたのか。お金が、あの、右上に書いてあるんですけど、今70って書いてあったんですけど、まあ、さっき強化したからね。これなんだ？おー、色変えられんのか。あ、まあ全然解放されてないな。色変えたいけどな。何これ、なんかトラクターみたいなやつ。あ、まだ解放されてないやつとかなんだね。おー、すごいですね。解放するのにもいろいろ条件とかあるのかな。あ、はい。村で走ろうと思います。トラクター。車なのか、まあ、いや、はい、やっていこうと思います。おー、やっぱね、あ、なるべく遠くにまで行けみたいな感じですね。まあ、燃料書いてありますね。燃料が下のゲージか。あれが燃料っぽいですね。あれとかね、取らないとね、なんか止まっちゃうのかな。多分そんな感じかな。あ、燃料。あ、燃料は一気に満タンになる。今日は何だ、時間か、ちょっと時間かどうかはちょっと知りたい。あ、燃料は時間じゃないですね。時間じゃない。走った距離によって燃料は減るみたいです。てか終わった。いや、燃料がやばい。あ、終わった。ちょっと待って。まあ。もう一回行こう。ちょっとね、今のはね、あの実験みたいな感じだからね。はい、今使ったんですけど、クリックして次の戦利品を表示。109。ペイントをするとか書いてあるけど。あれじゃ、まあ、また戻っちゃったの。いいよ、先進んで。はい、おーす。ちょっと、これでね、色を変えられるんだね。黄色じゃなくない？これ。黄色じゃなくて、ちょっと違う色がいいんだけど。まあいいや、リンゴの木箱を壊してください。それと燃料を使い果たさい。なんかね、報酬とかね、ゲットできるみたいです。いろいろミッションとかあったっぽいんですけど、
はい。まあ、早速やっていこうかなと思います。まあ、さっきもやったんだけど、あの、燃料はね、時間なんでね、時間じゃない。走った距離なんで、ね、そんなに急がなくても大丈夫っていうことで、ね、まあね、ちょっとしっかりね、こうやって制御しながらね、まあ、焦らずにね、やっていこうかなと思います。まだ今みたいな感じで、ちょっと加速しないとダメみたいなとこもね、まあ、いくつかあるっぽいんでね、そういうところはね、ちょっと慎重に行きすぎると、まあ、止まって、まあ、先に進めなくなるんでね。で、燃料ないんだけど、燃料、おお、危な。めっちゃ危なかった。首グラングランで運転手の人。首。まあ、いいや。はい。やばい。ちょっとそろそろ燃料ないとまずいんだけど。燃料くれ。燃料、首が。死んじゃったでしょ、この人。はい。374メートル、走ったっぽいですね。はい。お金とかもね、めっちゃゲットしてるけど、まあめっちゃでもないけど、はい、454円あります。はい。これなんだ、ペンダント。車に安定性良いなのと生かします。リラックスしても、どうなっていいな。なるほど。これ結構強いかもな。なんかバランスみたいな感じかな。バランスよくするみたいな。これなんだ、燃料。まあ、それ、大型のタンク。あ、燃料が減りにくくなるみたいな感じですね。今ちょっと燃料なかったから、あれ強化しといた方がいいのかな。まあいいや、とりあえず次のやつ。新しい太陽光を入手して、トラウンを改善し、地面の燃料を、あ、なるほどね。なんかこれはあれかな、あの、馬力みたいな感じかな。馬力を上げるみたいな感じですね。はい。じゃ、これも上げときましょう。てか、まあ全部上げとこう、基本的に。でね、まあね、いろいろね、車があるんですけど、これはまあ、ロックを解除っていうのがあるんで、まあ、まだ解除されてないやつがほとんどっぽいですね。これなんだ？あ、なるほどね。重心とかのがあってね。あ、加速。あ、これできんじゃん。これやってみるか。高いなぁ。じゃあ間違えた。これ。あれ？ないの？ダメなのか。ダメっぽいですね。まあいいや。じゃあ最後やったらおしまいにしようと思います。はい。やっていこうと思います。さっきね、なんだっけ、374か、はい、374メートル走ってたんでね、今度は、まあ、目標400かな。まあ、確かに若干だけど、まあ、馬力が強くなったような気もしますね。あと安定してるような気のせいかな、まあ、わかんないけど、まあ、若干ガソリンとかの減り具合も、まあ、遅いような気もしますね。そうでもなくない、まあ、まだ1段階しか上げてないからね。まあ多分ね、1回のアップグレードなんで、まあ多分ちょっとしか、アップグレードされないんで、ね、多分そういうことも関係あると思うんですけど、まあでも若干早いな。普通に早いぞ。やばい、大丈夫か。あー。いや、まあ、2メートル更新しただっけ、374メートルだったんで、2メートルね、新記録更新しました。てか、運転手の人も、顔面が土の中にめり込んでんじゃん。あれ、首折れてるでしょ。はい、新記録ですね。376メートル、はい。まあ、こういう感じでね、いろんな車とかをね、アップグレードとか、まあ、改良しながら、まあ、どんどん遠くに走っていくっていうゲームですね。いや。はい。というわけで、今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。